これでいいはず。めんどくさい装置だな、マジで。ここは？いや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 、気持ち悪い。いや、このゲームしゃがみながら撃てないじゃん。ほら、いい加減にしてくれ。そんな風に驚かそうとしてるも無駄だぜ。お、すごいな、レッドナイン強くなった。オイラのレッドナインはこれで完璧な強さになってると。あ、なんか開けてる。絶対にメダリオン。あー、この高さではあるはず。あった、これいきます。いや、なんだか随分と開けた怪しい場所。ボス戦の匂いがするな。こういうね、逃げ回りやすいところっていうのはね、しかもこの鉄球、アシュリーにこれを操作させそう。乗ってごらん。クレーンか。ほら、この子ね、任せて。乗りたがるんだよね、本当に。原作ではショベルだし。むずいぞ、お前でもクレーン。大学じゃこんなことも教わるのか？一周よ、知らなかった。嘘つけ。どうせハーバードとかその辺行くだろう。離れてて。ハーバードでクレーンは習わんだろう、きっと。おおおおおお。ああ。それは、ここの職員大慌てだわ。やめてーってなってるよ、ね。ほーれ。いけオッケー。お、こいつ。くそ。おー、牛。ちょっと。まあ、まずい。そっち側に投げといて。こんね、ちっちゃいね、手榴弾意味ないんだ。痛い。意味ないとまでは言わないけれど、危ない。絶対振ってる。うるさいな、君。残念だな。うん、近いな、なんかコロコロしてるし。いってーい。あれ、まだいるな。いけー。いける。まだ来る。声はすごいするんだけど。いってらっしゃい。入った、いた。そんなに叩きのめされたいのか。なら相手してやるよ。本当だよ。いったれ。もっと足が滑った。ほら。こりないやつらだ。いや。すごいことになってきた。
うわ、ちょっとまずい。もうなんか君だけなんか全然テンション違うじゃん。もう一人いるから待つで。なんでお前そんな。よし、回収しよう。すごかったな。でもこの大乱闘をさばけるようになったのはだいぶ戦えるようになった証拠だね。このアイテムも回収して。まだいっぱいあんな。まあ、いいや、呼び寄せておこう。見てた？すごかったでしょ、私。まあ、すげえよ。そんな特技があるとはね。いけとか言ってもめっちゃ大暴れ。楽しいだろうな、でもクレーンあんな風に振り回せたら。マジで本当に現場では本当に超注意させられるだろうからね。うん、はい、気をつけて、はい、気をつけて、だよ、ずーっと。もうそこいるな、危ないぞって怒られまくるだろうな、あんなクレーンのそばに戦ってたら。もうだいぶ近くなってきたよ、と。これだ。お、なんかある。特殊な変異を起こした徘徊死体。培養室。スピネル8だって。戻るってことかな。ここまで戻んないといけない。いや、ちょっとごめん。それは、2周目やるわ。そういうのはしっかり後々やるよ。もうここまで来たら行きたいじゃん。よう運転したね、こんなもの。すごいよな、して。鉄球ぶつけようぜって一番最初に考えた人がいるから、このクレーン車があるでしょ。そうだね。かもな。そうだ、私もエージェントを目指そうかな。やめな。どう思う？合衆国を守る最強のコンビよ。なるほど。だがその前に生きてここを出ないとな。もうノリ悪い。ノリが悪いんじゃないんだ。お前がまだ大人じゃないんだ。勘違いするなよ、小娘。じゃあ仕事でやってんだ、お前のこと助けに。お前はデート気分なのかもしれないけど。じゃあ仕事なんだよ、これが。アシュリーは結局その後どうなったんだろうね。まだ原作の方では特に何も。おっと、城の地下より掘り出された琥珀の搬入作業には細心の注意を払うこと。これらの琥珀のうちでは聖なるペラーガがお休みになっておられる。生体の穏やかな眠りを妨げぬよう最大限の敬意と服従を持って作業すること。これがルイスの言ってたやつか。なんだっけ。ああ、琥珀ってこれのことか。これ撃ったらダメなのかしら。お、めっちゃ琥珀。うわっ、虫がいっぱいいる。さあ、
ぬかずきたまえ。そは我らが生態。我らが摂理ほどなく。囲まれた。恵みの深き悪液がもたらされる。ラスプラーガスが。ようこそ。我が子らよ。気持ち悪い。我はオズムンド・サドラー、神の声を伝えし者。あんたに興味はない。哀れな子羊。なんか小づかれたみたいな。なぜ恩寵を拒む。おら、今こそその身を委ねよ。あ、そっか。神の声に従うのだ。あ、レオン動けなくなってる。我が子よ、抗うのはよせ。抵抗してんのか、アシュリー。いいぞいいぞ、うまいじゃんお前。後ろでバタバタするな。お、玉切れ。罪深き者、彼の回春は忠実なる使徒に託すとしよう。さあ娘よ、恐れずともよい。その身を捧げ、すべての恐怖から解き放たれるのだ。ちょ、一旦アシュリーはお前に預けるわ。そっちの方がやりやすい。あの変異体のプラーガンを倒しやすいからな。培養室にこの後向かおう。本当にずっと一緒にいるように見えて、実はこのゲームアシュリー全然一緒にいないからな。ん？サドラ、ふざけやがって。玉切れ起こしたと思ってたけれど、あれだったね。マガジンの中には弾入ってた気がするね。アシュリーがいないんだったらもう全然、なんぼでも行きますよ。変異体の処理なんて。アシュリーいる間にあの、リヘナラドールの強いやつとなんて戦いたくない。だって逃げられないもん。あと遅いな。いいよ、ここ。一回目はアシュリーと会話がここであったからさ、このペースだったんだろうけど、二回目はいいよ、マジで。シュパッて行きな。結構でも意地悪ミッションだよね、こうやって考えると。ここから、培養室まで戻らされるのか。